よくできんなと思うもん、ね、俺サーフィンやってるからかなみたいなさやんなかったらどうなのかなみたいな感じは思うけど、うん、俺,に俺からサーフィンとスケボーを取ったらもうはっきりとも,もう意味ないもんね俺の人生なんてあのもう俺が死んじゃうよあのできないサーフィンとスケボーできなかったらだからねやっぱね趣味とかやるのにこの50万じゃ無理だねあのあ ダブルインカムはム、あ、金ないけど使ってるかもうしょうがないのよしょうがないもうほんとねで今の感じでもう車壊れた今相当困るからね2月にもう一回車検来るし俺どうしようみたいな今ちょっと忘れてたわ今そういえばそうなんですよだからねえ彼じゃんか作れねえよみたいな感じだけどもう頑張るしかないねこれあ,あの 70万ぐらいからやなね。もし結婚っていうか、まあ、もうちょいかな。80万ぐらいはないとちょっとょ嫁と子供は育てられないね。80万だったらつ,つらいんじゃない多分。うん。あの車とかも多分行き詰まると思うんですよ。お待たせさんあります。多分ね俺のレベルだったら1二三2 0 30万ぐらいだね。 1 2時3 0万の安定収入があれば毎月そしたら結婚できんなっていう感じあの家のローンとかも払ってちょっと食事とかして子供にそれでサーフィンするって言われたらどうする無理だよあの無理無理無理あのでもそこを変えてきたよねあの、うん、俺はそう思いますね皆さんそれではあの